はい、これからですね天井の DIY やっていこうと思うんですけれども、今の天井ってこんな感じです。何もやってないとこういう感じで、なんかこういう断熱材がこんな感じで敷いてあるんですけども、まあ、ちょっとねこれだけだとなんか貧弱な気がするので、今度はですねこの上にダイソーで買ってきた、アルミシート、これをねこのフレームとフレームの間にこう這わせる感じで敷き詰めていこうかなと思います。もう単純にねカットして養生テープと両面テープで貼っていくという感じにしたいなと思います。はい、そういうことでですね、そんなに綺麗じゃないんですけれども、天井にこんな感じでアルミの断熱シート貼ってみました。これだけ貼ってればね、ちょっとは違うんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、これで効果のほどは定かじゃないですが、断熱ができたので、今度はね、天井を貼っていこうと思います。木の塗装にはヴィンテージワックスのチークを使いました。塗って30分ほど乾かして拭き取るだけでアンティーク調の色合いになってくれます。木目がはっきり浮き上がってくれるので今回これを使いました。以前 DIY でロールテーブルを作った時にですね、これのウォルナットを使ったんですけれども、今回はちょっと明るめの色合いが欲しかったのでチークを使うことにしました。結果的にこの色合いが一番イメージ通りになったんじゃないかなと思います。拭き取るときは布で拭き取るんですけれども、今回はもう着なくなった T シャツを使って拭きました。はい、次にですねこれが天井用にカットした木材なんですけれども、ちょっとなんかねこのまんまだとねあんまり面白くないなと思ったので、これなんて言うんだろう、こんなねコの字型のねアルミチャンネル、これを買ってきました。でこのねアルミチャンネルっていうのが7ミリあります。7ミリの1メートルあるので、この木がね4ミリです。4ミリなので、こういう感じに間にかませるとですね、なんかちょっといい感じになるんじゃないかなと思ったので、今度はねこれの長さを調節しようと思います。長さは1メートル54センチ必要なので、1メートル54センチをこれ切り出そうと思います。はい、こんな感じで切り出しました。切り出したので今度はねこれをボンドでこの木と一緒にくっつけようと思います。まあね本当はネジ止めしたりとかした方がいいんでしょうけど、こんなちっちゃいものにあんまり労力をかけたくないなっていうのがあって、まあボンドでなんとかなるんじゃないかなと思います。
今度はですねライトの配線、これをしたいなと思います。これが20センチあるのでちょうど真ん中の10センチの部分、48センチ、89センチ、125センチ、ここにねライトを仕込んでいこうかなと思ってます。ちょっとねこういう工作は苦手なんですけど、はい、こんな感じでですねライトを埋め込みました。なんかそれっぽい感じになったんじゃないですかね。さあそれっぽい感じになったところで配線をしながら今度はこれをねまた天井に打っていこうと思います。今回購入したこのライトなんですけども、これはねすごく簡単で、まずこの線がありますよね。この線から延長したい場合はこういう延長コードがあります。でそれをつないで、そしたらここに全部まとめるようになってます。最大で6個つけることができるんですが、ここにつけて、それからねこの調光器、こちらを通って、今度コンセントに行くと。でコンセントにはスイッチがついているようになってます。もう本当これだけです。でこれからですねやりたいことはいろいろあるんですけど、とりあえずね電源は全部こっち側にまとめようと思ってます。こちらにまとめてですねサブバッテリーにつなぐような形にしようと思ってます。一回ライトがつくかどうかを実験してみましょう。はい、こんな感じでライトがついてます。なので大丈夫ですね。こういう感じになる予定です。じゃあこれもね多分今までの工程とか見てて僕がすごい器用なように思うかもしれないんですけど、まあ、当然ねこういうことはやったことないので、まあ、やったことなくてもやろうと思えばできるという感じで見てもらえると嬉しいです。今回ねこの作業をするにあたって、インパクトがないとダメなのかなとちょっと考えたんですが、もうねこれで十分でした。これで十分こと足りるので、インパクトが高くてどうしようかなっていう人はこういうのを買うのもいいのかもしれないですね。はい、とりあえずですねこんな感じでできました。まあ大体はこんな感じでいいんじゃないかなと思います。あとはこの一番横ですね、それを処理すれば、まあ、天井部分は完成なのかなという感じです。はい、こんな感じでですね天井を張り終えました。やっぱりね素人仕事なんでどうしてもうまくできてないところはあるんですが、まあ、ちょっと隙間が空いたりとかですね、隙間が空いたりとかはあるんですけども、まあまあそれっぽい感じになったんじゃないかなと思います。まあ、目指したのはですね海外の車みたいな軽バンだったので結構思った通りになったのかなという感じがするのと、あとねやっぱりこのアルミを挟んだのでなんかね高級感が出たというかそれっぽい感じになったんじゃないかなと思います。でこのライトなんですが、このライトがね、厚みが8ミリだったかな、8ミリなのでこんな狭いところでも取り付けやすいものなんじゃないかなと思います。で次にですねこのライトだけで正直そんなに明るいのかと思われると思うので、次はですね夜どんな感じになるか見てみようと思います。
ちょっとまだ外は明るいんですが、こんな感じでね、イメージがつかんでいただけるんじゃないかなと思います。もうね、これだけ明るかったら十分かなって感じがしますけどね、車の中で。